はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、PayPay がガストやバーミヤンでも決済が可能に、スカイラークグループでも PayPay ということで、今回は PayPay でスカイラークグループが PayPay に対応したということなので、これからお伝えしていこうと思います。ということで、まず概要からなんですけども、こちらの公式ページから引っ張ってきました。PayPay が6月6日からスカイラークグループの宅配サービスで利用可能にということで、株式会社スカイラークホールディングスが展開する店舗のうち、宅配サービスが利用できる全1030店において、スマホ決済サービス PayPay が2019年の6月の6日から利用できるようになりますので、お知らせします。今後は宅配サービスではなく、店舗でもご利用いただけるようになる予定ですということで、この文面を見る限りは優先順位的にはまず宅配サービスが先に始まって、その後に店舗で使えるということになるみたいですね。で、今回のこの決済方法なんですけども、宅配時の決済方法の写真が2枚あったので、こちらアップすると、まあ宅配してくれる人が QR コードを持ってきてるので、まあそれをスキャンするような流れになりそうですね。まあ今はもう宅配サービスといえばもう Uber Eats とかもあるんですけども、ここに QR コード決済が含まれるとさらに便利になりますね。対象店舗なんですけども、これは宅配サービスに関しては有名どこで言うとガスト、ステーキガスト、ジョナサン、バーミヤンとかですかね。ちなみに現在スカイラークグループで取り扱われてるクレジットカードとか、まあ電子マネーっていうのはこんな感じですね。まあもうこれ見る限りはもうほとんど対応してますね。まあビザとかもスイカとか含めてですね。あと、まあここに QR コード決済の PayPay が加わるっていうのはかなり大きいですね。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。スカイラークグループ、ガストやバーミヤンなどの宅配サービスで PayPay が対応するということでした。僕もですね、たまにまあ宅配サービスっていうのをまあ利用することもあるので、まあこれを機にまあ利用してみるっていう価値はまたありそうですね。あと、いずれはまあ店舗でも使用できるということでしたので、ガストをよく利用されている方にはちょうどいいサービスになるのではないのでしょうか。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとは Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。